こんにちは。湘南薬病院呼吸器アレルギー内科の相良です。今回は流行性自家腺炎、通称ダフ風邪についてお話しいたします。ダフ風邪とは、自家腺が腫れてダフのようになってしまうのが特徴の感染症です。患者の半数以上が6歳以下ですが、稀に大人がかかることがあります。唾液の中に多い分泌ウイルスが原因で、主に咳やくしゃみなどの飛沫を吸い込んだり、あるいはウイルスが付着した手すりですとかドアノブ、それを触れることで口あるいは鼻に触ったりしますと、それで感染を起こします。まず風邪のような症状が起こります。その後、頬や顎の下が腫れてきて高熱が出てきます。通常1週間程度で徐々に引いていきますが、稀に怖い病気を引き起こすんです。例えば髄膜炎、あるいは難聴、あるいは精巣や卵巣に影響を与えるいわゆる不妊があります。年代関係なく合併症が起こりうるので、感染しないように注意しましょう。ダフ風邪は症状に合わせた対症療法によって治療を行います。予防にはワクチン接種が非常に有効です。1歳から接種できるようになり、2回接種するとよりワクチンの効果が現れます。ダフ風邪は非常に感染力が強いです。子どもの病気だと思って高をくくっていると、気がつかないうちに感染してしまうかもしれません。したがって早めのワクチン接種をお勧めいたします。